そうそう、あのこの後さ、もしかばってるとこは動画撮れたら撮ってください。はい、お家でしてても、お出しないこともね、ありえますね。で、シトリンちゃんの健康チェック表を つけてほしいんですけど、はい、体重をね、毎日測ってください。もし可能だったら朝晩測ってもいいぐらい。はい、今は227とか、なんか前の235だったら、そうにしようかな。だからこれがどうなってるかね。言ってくようなら、元気そうに、要はね、この子たちちょっとぐらい調子悪くても元気そうに見せる生き物なんですよね。足をかばうところは相当痛くないとかばわないんですよ。反対に人前で。だから体重が維持されてるほど食べてるかどうか。うん、だから次に大事なのがうんち。うんちちょっとお掃除して、前の晩から朝まで軟膏したかな、朝から夜まで軟膏したかな。大体24時間軟膏出たかなを見てください。レグーは60個ぐらい出るのかな。昨日の夕方から朝、さっきまでで61個出てる。OK、まあ、その子で多少違うけど、24時間だと60から100ぐらい出ると思います、うん、はい、で、あとはおしっこがちゃんと出てるかどうか、うん、元気はだから元気が100だとちょうど元気割、まあ100なのかな、多少かばってるから95ぐらい、なんか、ね、寝るのが多い気がして、でまあ90にしておきましょう、うん、それで、あと食欲はなかなか難しいです。しらけちゃうからね。だからそれよりも、うんちおしっこ、体重、これをしっかり見てください。それからもう一個ね、この子のいる環境、温度と湿度をちょっと測ってさ、記録してください。だからこういったのを近ちょっと近くに置いておいて、何度で何パーセント。であ、温度差が知りたいから、まあ、今日みたいな雨の日はそう変わらないと思うけど、天気予報は温度差結構あるじゃないですか。だから朝一番と昼過ぎと夜とね、ちょっと温度。それだと気づいたこと、うん、足の使い方がどうなってるかっていうのをちょっと見てほしい、うん、でこういうふうにつけてください、はい、それから次、今ちょっと薬を作ってもらってるんですけど、できたら出しますので飲ませてください、はい、一滴を目薬の入れ物に入れますから、粉薬を水で溶かします。で一滴を1日に、まあ、2回飲めるようになったら4回飲んでるんですよ、はい、手の薬ね。何が入るかっていうと、エンドフロキサシン。エンドフロキサシンっていうのは、あのデグーにも使える抗生剤です。デグーは使っちゃいけない抗生剤が結構多いんですよね。ペニシリン系とかね。ダメですね。次、メトクロプラミド。メトクロプラミド。メトクロプラミドっていうのは胃腸の機能を高める。動きを良くして食欲が減らないように。胃腸機能を高める。それからあとタウリン、まあ、ちょっと肝臓病、それから総合ビタミン、ブドウ糖、まあ粉で全部入るんでね、うん、あの1個に、そう1個、あ、そう聞いてみるかな、ブドウ糖とビタミンでしょ。あとはもう2つです。免疫力を高めるためにプロバイオティクス。プロバイオティクスっていうのはあのヨーグルトに買うと書いてあるんですけど、腸の洗濯機、腸の善玉菌を補えて腸の環境が良くなってくると、自分で治す力が高まってくると、うん、免疫力が上がってくると言われますね。人間もそうですね。あともう一個、アガリクス。アガリクスってのはキノコなんですけど、キノコ類にはベータグルカンという成分が入ってまして、椎茸にも入ってます、普通のね。でアガリクスはこれがたくさん入ってるんですけど、でこれがやっぱり免疫力を高める、自分で治す力を高めてくると。最低2回飲んでほしい。でまあ直接飲ませるのが大変だったら、食べそうなものにポトッと一滴垂らして代謝してもらうことですね。はい、B の薬、これは1滴で1日1回。1日1回。で、今日だけ2回。今日だけ2回ね。で、これにはフィロコキシブ。フィロコキシブ。これはね、あの消炎鎮痛剤。要は炎症を進めて痛みを和らげる薬です。うん、で消炎鎮痛剤って、まあ、すごいいろんな種類があるんですが、これはステロイドじゃないタイプの消炎鎮痛剤です。非ステロイドね。ってことはもう一種類はステロイドなんですけどね。で、まあ、どっちがよく効くかって言ったらステロイドがよく効くんだけど、まあ、とりあえず非ステロイドの方で飲みます。で、あとに総合ビタミンとブドウ糖、まあ、こちらにも入っています。で、痛みを和らげるし、あとはまあ胃腸への負担が少ないと言われてますね。コキシブ系の化粧品とかね、でこれを今作ってもらってます、はい、であと治療と関連してくるんで、ちょっとしつけの話もしたいんですけど、はい。